1、レイズ戦に1番 DH で出場。5回に一時逆転2ラン。レイズ98ドジャース。日時間25日ロサンゼルスドジャースの大谷翔平投手は24日、日時間25日、4どころ地、レイズ戦に1番、指名打者で出場し、41号にランを放つなど、4打数に安打2打点の活躍を見せた。試合はドジャースが延長戦の末逆転負け。連勝は5でストップした。偉業を達成した翌日も快音が止まらなかった。初回の第1打席は、右前打。4回の第2打席では、打撃妨害で出塁すると、続くベッツの左線二塁打で塁を陥れた。1点を追う5回1死1塁、スプリットにタイミングを外されながらも右手1で、振り抜いた。打球は、右翼、ポール際のスタンドに着弾。一時逆転となる41号2ランは、打球速度 96.7 マイル、約 155.6 キロ、飛距離338フィート、約103メートル、角度32度の一撃だった。4どころ地は、特大の MVP コールが沸き起こった。7回1死の第4打席は左比。2点を追う10回無四二塁では右飛だった。前日23日、同24日に自身初のサヨナラ満塁弾で史上最速40塁打 &40 盗塁を達成。6人目の40塁打 &40 盗塁に史上最速の出場126試合目で到達した。2試合連発で今季94打点目。打点でもブレーブスのマルセル・オズナ外野手に並び、リーグトップに浮上した。打率.294、オプス.998、チームは先発のクレイトン・カーショー投手が、初回に4失点。5回9安打5失点で降板したが、大谷の2ランで一度逆転。9回にエヴァン・フィリップス投手が同点を許し、延長10回にジョー・ケリー投手が勝ち越しの2ランを献上した。フルカウント編集部。